んにちは、シェルです。今日は D&D ルカで購入したものをね、紹介しようと思っていたんですけども、まあ紹介するんですけども、半分以上食べちゃったんですよね。なので残りを紹介したいと思うんですけど、ただ皆さんにね、ちょっとお見せしたいものがあったので、それは食べずにね、ずっと取っといてあります。そちらをメインに紹介したいと思います。こちらね、レザンドレオソーテルヌっていうチョコレート、レーズンがチョコレートでコーティングされてるものなんですけれども、これなんか開けてみますね。はい、こちら、はい。はい、ないの。そう、食べちゃったの。我慢できずに食べちゃった。まあ、こちらはよくあるレーズンチョコって感じなんだけど、すごい美味しかった。レーズンチョコのそのレーズンとチョコの間に、一回多分レーズンがね、砂糖でコーティングされてんの。コーティングされた上でチョコレートがかかってるから、砂糖のシャリシャリ感がすごい美味しくて。で、それで甘いんだけど、ビターチョコでコーティングされてるから、そのチョコレートの苦味もすっごい美味しかった。これもね、ちょっと取っときたかったんだけど、食べちゃった。こちらまた購入したいなと思った。はい。ただちょっと高かったんだよね。700円ぐらいしたかな。それとレーズンサンドっていうのも買ったんですよ。こちらも食べちゃった。けど、すごい美味しかった。うん。これもまた買いたいと思った。ちょっとだけ動画撮ったので、こちらです。レーズンサンドとかレーズンチョコとかすごい好きなんだよね。ちゃんと開けてないものをね、紹介しようね。こちら D&D ルーカのジュースですね。はい、グレープ味とピーチ。はい、というわけでこんな感じで2本購入しました。すごいトロトロしててね、果汁 120% って感じ。果汁いくつって書いてあるよね。普通書いてない。最近季節のフルーツが桃じゃないですか。そうだから、なんかこうピーチをね、選びがち。これは、はい、美味しくいただきたいと思います。私お酒が弱いので、ジュースでね、カバーしてるんですよ。そう、なんか仕事終わりにイエーイみたいな、乾杯みたいな感じじゃないですか。そう、それが私にとってはジュースなんです。なのでちょっとフルーツジュースにしては高めだったんですけど、購入しました。次が皆さんにお見せしたかったメインのもの、はい、それがこちら。こちらギンビスさんのたべっ子動物のディーン&デルーカバージョンです。はい、ということで、ちゃんとディーン&デルーカのロゴっていうのかな、文字も入っています。たべっ子動物の文字がさ、これさ、シルバーで輝いてるの。D&D ルーカって書いてあるのもキランとしてるの。こちらを皆さんにお見せしたかったの。しかも同じの2つ買ったからね。普通の食べっ子動物、さっき Amazon で調べたら150円ぐらいだったんですけど、これは1つ300円するんですよ。可愛くて2つ買っちゃった。そう、多分味も一緒だと思うし、容量も一緒だと思うんですけど、そう、もうこの D&D ルーカってパッケージに惹かれちゃったよね。小さなお子さんとかも好きな食べっ子動物なんだけど、なんかこのさ、D&D ルーカパッケージだったら、ちょっと大人の方にもギフトでいいなと思って。そう、私はね、すごいおやつが好きだから自分のために買ったんですけど、はい、というわけでこれを開けていきたいと思います。ちなみにこちらのその D&D ルーカとこのギンビスさんのこのコラボっていうのが、食べっ子動物の40周年記念の企画だそうです。ギンビスのこの文字も輝いてるから、キラキラしてるから、はい、ということで開けていこう。せっかくなので、アスマー、2つ入ってると思ったら違ったわ。青と赤のこのパッケージ、こんな感じで入ってました。箱の下にキャラクターちゃんもいます。食べっ子動物とディーン&デルーカが共に40年以上の歴史の中で大切にしてきた、作り続けることの美しさ、シンプルながらも作ることに向き合い続けてきたこの美味しい味を改めて味わっていただきたいと思います。なんだろう、最近食べっ子動物を買う機会というか、なんか買おうっていうタイミングがなかったからさ、再び食べてみようっていうね、そんな気持ちにさせてくれてるね。あれかな、なんか特別なキャラクターとかいるのかな。いないか。ベア、読めないの、ちょっと端っこに寄せた。フォックス、ヘン、読めないの多いんだけど。スクワロー、リスですね。スクワローはね、カナダに行った時にね、覚えた。カナダね、リスいっぱいんだよね。そこら中に。ピージャン。せっかくだからいただきます。イーグル。うん。懐かしい。美味しい。味は変わらないと思います。私の知ってる食べっ子動物でした。改めて味わっていただきたいと思いますっていうさ、そう。なんかちょっとさ、やっぱ子供向けのおやつって感じじゃん。だからやっぱあんまり買う機会ないかなと思うけど、買うきっかけになった。やっぱこう、なんつうのかな、パッケージ力ってやっぱ大事なんだな。特別感っていうのかな。本当はこの倍ぐらいさ、D&D ルーカで買ったんだけどね。食べちゃった。
というわけで購入品紹介についてはちょっとね、食べっ子動物がいいって感じなんで、最近買った私のお気に入りのものも紹介したいと思います。私が好きなキノクニア、キノクニアで最近リピート買いしてるものと、あとこれ一番美味しいんじゃないかなって思うものを見つけたので、そちらをね紹介したいと思います。はい、こちら、これ一番美味しいと思います。キノクニアのカスタードプディング、プリンです。これがね、私ね、今までいろんな種類のプリン食べてきたけど、一番美味しいと思ってる。こちらね、1個も食べちゃったんだけどさ、紀ノ国屋のプリンですね。まず、卵感がすごいのと、私ね、とろけるプリン系っていうのかな、柔らかいプリンよりも、少しだけこう、食感があるものの方が好きなんですよ。ある程度しっかりしたプリンなんですね。卵感の凄さで、甘みも程よい甘みで、下に眠っているカラメルソースが結構ビターなんですよ。全体で見た時のこのプリンがすごい美味しくて、表面がすごいプリッツルッとしてんの。そう、なんか水弾くんじゃないかみたいな。そう、そこにね、スプーンをね、ピュッて入れるのがね、すごい好き。紀ノ国屋で一番美味しいのプリンなんじゃないかなって思うぐらい、これすごい好きでハマってます。リッチエッグテイストって書いてあるぐらいだもんね。そう、なんかすごいやっぱ卵めちゃくちゃいいんじゃないかな。1個250円ぐらいだったかな。あ、まあ紀ノ国屋がね、近くにある方、あとはちょっとだけこう固めのプリンが好きな方は、ぜひ一回食べてみてください。すっごい美味しい。あと最近リピート買いしてるのがこちらです。ピタチーズっていうパンですね。これわかるかな、結構大きいんですよ。中にチーズが入ってて、20秒レンチンして食べるとチーズビヨーンってなるから、ちょっと開けて みようか。チーズビヨーン見せましょう。はい、レンチンしてきました。ほわっほわ、熱い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 、チーズビヨーンってなるよ。いきます。はーい。そんなビヨンってなんなかった。あれわかるかな、ほら。この間食べた時ビ、あ、はい、おいしい。塩っ気があってすごいおいしい。というわけで、ちょっとビヨンは言い過ぎたんですけど、でもチーズすごいビヨンって伸びる、ちょっと思ったけどね。毎回チーズビヨンって伸びてる気がするんだけどね。ビヨンってなる時もあります。このパンすごい美味しくて、紀ノ国屋行くたびに買ってます。私の一番のお気に入りがプリンで、その次にこのさっきのパンなんだけど、こちらは初めて購入しました。アイスレモネードティーです。夏っぽくていいですよね。はいはい。そしてもう一つドリンク、こちらカフェオレ丸福コーヒー店って書いてあります。そんなカフェオレです。あとはこちらティーパック、なんかセットのあったんですけど、こうバラ売りしてたんですよ。一つ140円ぐらいだったんですけども、水出しでもいいし炭酸で割ってもいいんだって。いろんな種類の、まあ紅茶ですね。はーい、可愛くないですか、パッケージがね。毎日朝ね、アイスティーを作るって日課があって、で家にあるボトルに入れて、でそれを楽しむという、そんな遊びをしてるので、最近こういう風になんかバラ売りしてるものを見かけるとよく買ってます。紅茶詳しくはないんですけど、もうほんと家での楽しみがアイスティーぐらいしかないのよ。そう、毎日ああ美味しいなとか、あこれは違ったなとか、そうそう、そんな感じ。はい、というわけで今回はね、この紅茶のティーパックをね、こう買ってみました。なんか最近コメントでシエルさん元気ですかとかコメントくださる方いてありがとうございますし、相変わらずまあずっと家にいますね。なので家にいる時間をどう楽しむかなのかなって思ってて、そう、それこそ今日の紅茶はどれにしようかなとか、どうにか楽しみを見つけながら生きております。はい、元気です。そんな感じでした。はい、今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。